こんにちは、PMAX 純正品超音波チップを製造しております錦部製作所の錦部光義と申します。今日はシャープニングについてお話ししていきたいと思います。1回目としまして、皆様に必ず知っておいてほしいことをお話ししたいと思います。シャープニングするにあたってですね、まず知っておかなければならないのが歯とは何なのかということです。皆さん歯とはこれですっていうのをですね、はっきり言えますでしょうか。はい。歯とはですね、まあこれ例えば包丁だとします。これ包丁を先端から見たとしますと、このようにちょっと小さいですかね。包丁を正面から見たときにですね、このように、尖っている、角張っている、いれば歯ということになります。で、これをですね、歯科の、キュレットとかに、で考えてみますと、これ模型なんですけど、わかりますかね。グレーシーキュレットの模型です。こうのがいいのかなですね。はい。こちら側に歯があるとします。はい。ちょっとこれひっくり返しますね。で、ここが角張っていれば歯ということになります。この部分をここに今から書きます。で、これが歯なのかどうかっていうのを皆さんに考えていただきたいと思います。例えばこれを正面から見るとこうなりますけども、ここを書きますね。グレーシーキュレットというのは、ここが70度で作ります。この70度の、こう、今角張ってますけども、これが丸まってくると、シャープニングをします。これをですね、例えばシャープニングをして、60度にしてしまった。だけど、ここは角張ってるとします。これは歯でしょうか？歯じゃないでしょうか？はい。歯ですよね。正解です。では逆にこれを、80度にしてしまった。こう角張ってるとします。これはどうでしょうか？はい。歯ですよね。はい。じゃあしつこいですけども、逆に、70度でちゃんとできました。70度でできました。でも、ここが丸まってます。はい。ここ丸まってます。これ70度でちゃんとできたんですけども、丸まってます。これは、歯でしょうか？歯じゃないでしょうか？はい。歯じゃないですよね。では、最後にもう一個。では、ここが、もう85度ぐらいになってしまった。85度ぐらいになってしまった。しかもなんかこの辺がガタガタになってしまったとします。これはどうでしょうか？はい、歯です。ガタガタになったとしてもここが角張ってれば歯です。よろしいでしょうか？はい。今日は角張っていれば歯なんだということを学んでいただきました。次回からは実践的なシャープニングの技術についてお話ししたいと思います。このようにシャープニングに関して、また超音波スケーラーや超音波チップに関して、今後もお話ししていきたいと思います。よろしければチャンネル登録やコメント、いいねなどをいただけると励みになります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。